桃太郎電鉄シリーズ、桃太郎電鉄 G ゴールドデッキを作れ、桃太郎電鉄 G ゴールドデッキを作れ、は、ハドソンが2005年6月30日に発売した、ゲームボーイアドバンス用のボードゲーム、桃太郎電鉄シリーズ第14作、ゲームボーイアドバンスでは、唯一の桃太郎電鉄シリーズである。ジュニア以来、7年ぶりに発売となった携帯ゲーム基盤の、 桃太郎電鉄シリーズ。ゲームの基本的な内容は12の全国編マップがベースだが新しい物件駅やカードイベント等新機能のデッキシステムが追加されており単なる移植ではなく新作扱いとなっている。通信ケーブルやワイヤレスアダプタによる通信対戦、デッキ交換が可能。携帯ゲーム基板のうち通信機能の対応はスーパー以来。 また、カラー表示対応の携帯ゲーム基盤、シリーズタイトルとしては1995年発売のゲームギア版、スーパースリー以来となった。太地の駅は目的地になる駅。いつもの桃鉄において地域マップで鹿児島の桜島噴火口を調べると、秘密のカード研究所が登場して、パスワード入力画面が表示される。ここで特定のパスワードを入力することで、 桃鉄三年決戦で使用できるデッキが入手できる。パスワードで入手したデッキはテーマに沿ったカードが含まれている。公式サイトのクイズで24問目の問題の文章に桃太郎伝説 G と誤食してしまっている文章がある。ありがとうございます。